J リーグはここ数年イニエスタ選手やビジャ選手など世界でも名だたる選手たちが日本でプレーをしていることで少しずつではありますが J リーグの名が世界で知られるようになってきました。 J リーグを戦う上で助っ人外国人選手の力はチームの戦略を左右すると言っても過言ではありません。シーズンを戦い抜く上で非常に大きなポイントとなってきます。どのポジションにどんなスタイルの選手を補強するかによってチームの戦略がガラッと変わってきます。そこで今回の企画はファン・サポーターが選ぶ歴代最強助っ人外国人選手ランキングを発表していきたいと思います。イエイ。先週に引き続きインスタとツイッターで募集し、なんと200人の方から投票をいただきました。本当にたくさんの投票ありがとうございました。さあ、それでは参りましょう。ファンサポーターが選ぶ歴代最強助っ人外国人選手のランキングはこちら。まず10位から5位はこちらの順位になっています。じゃん。この中で印象的なコメントをいくつか読み上げていきます。まずは第10位、3票獲得したキャスパー・ユンカー選手です。昨シーズン途中から浦和に加入し、いきなり4試合連続ゴールを奪うなど活躍を見せてくれました。サポーターからは突如現れた浦和の貴公子、顔だけではなくプレーもかっこいいというような声をいただきました。2022年はリーグ開幕から挑むシーズンとなるので、どこまでゴールを量産してくれるか楽しみです。続いて第9位は4票獲得したウーベバイン選手です。正直私はこの選手を知らなかったので今回調べてみました。1994年から1997年まで浦和でプレーをし、攻撃的なボランチとして初代レッズを支えていたそうです。ミスターレッズの福田正博選手のゴールを左足から放たれる正確なパスで数多く貢献したそうです。左足のパスセンスが怪物だった、彼のパスは一級品などの声をいただきました。私もぜひ一度プレーを見たかったです。続いて第8位は5票獲得したアレクサンダー・シュルツ選手です。こちらも昨シーズン途中加入し、みるみる風格を表してきました。 J リーグナンバーワンディフェンダーとのコメントが数多く寄せられるなど、今シーズンも注目しているサポーターがたくさんいました。昨シーズンはコンディションがまだ整っていないと本人も言っていたので、これ以上のプレーが見えると思うと期待しかないですね。続いて第7位は11票獲得したズラタン選手です。2015年から2018年までプレーし、ミシャ監督時代のフォワードとして得点を量産してきました。勝てなかったガンバ相手にゴールを奪ったのは忘れられない。 ACL 決勝目前にズラタン選手が言った本物の浦和を見せようというコメントが今でも忘れられないと数多く寄せられました。優勝目前に何度も敗れましたが、最後の最後にズラタン選手と嬉し涙を流し一緒にタイトル取ったのが本当に良かったと思います。続いて第6位は15票獲得したギド・ブーフバルト選手です。1994年から1997年まで浦和でプレーし、引退後は2004年から2006年までレッツの監督をしていました。ブーフバルトは元ドイツ代表のディフェンダーで、お荷物クラブと言われていたレッツを上位にまで引き上げ、2度のベスト11にも選出されました。リーグ初優勝に導いた立役者、選手としても監督としても最高だったなどなど感謝のメッセージが多数寄せられました。浦山チャンネル、ここからはトップ5を発表していきたいと思います。第5位は22票獲得したマリッチ選手です。レッツでプレーしたのは2005年とわずか半年しかいなかったものの、リーグ戦13試合で8ゴール、天皇杯では5試合で6ゴールと圧倒的な存在感を見せてくれました。天皇杯決勝のゴールは忘れられない、群を抜いた存在感だったなどなど、 J
J リーグの中でもトップを争う補強だったんではないでしょうか。続いて第4位は24票獲得したワシントン選手です。レッズでは2006年から2007年までプレーし、2006年にはリーグ得点王に輝き、ベストイレブンにも選出されました。2007年には ACL 制覇やクラブワールドカップ3位に貢献した超大型ストライカーです。相手を吹き飛ばすブルドーザーのようなフィジカルと決定力の高さが今でも忘れられないとのコメントが印象的でした。レッズが数多くのタイトルを獲得することができたのは、彼の存在なしでは考えられなかったと言っていいほど群を抜いた強さを見せつけてくれました。いよいよトップ3の発表です。第3位は32票を獲得したエメルソン選手です。2001年から2005年まで浦和でプレーし、2004年にはリーグ戦26試合中27ゴールを奪うなど、圧倒的な決定力の高さを見せつけた選手です。スピードと決定力が異次元すぎるとのコメントがとにかく多かったです。当時の J リーグに衝撃を走らせた助っ人外国人エメルソン選手が第3位に選ばれました。続いて第2位は39票獲得したロブソン・ポンテ選手です。2005年から2010年まで浦和でプレーをしました。リーグ最終節のゴールは忘れられない、技術はもちろん勝負強さを兼ね備えた選手などのコメントが多く寄せられました。そして多かったのが、レッズへの愛情がとても感じられたとのメッセージが非常に多かったです。エースナンバー10番を背負い、レッズの黄金期を支えたポンテ選手、見事第2位に選ばれました。そして流行る第1位は、じゃん、43票獲得したラファエル・シルバ選手です。レッズでは2017年シーズンを共に戦い、わずか1年でしたが ACL を中心に圧倒的な存在感を見せつけてくれました。一人で打開できるこの技術に加え、周りとのコンビネーション能力も非常に高く、浦和に数多くのゴールをもたらしてくれました。 ACL での決勝ゴールは忘れられない、2017年の ACL はラファの大会だった、などのコメントが多数寄せられました。ミシャサッカーのラストピースとして ACL 優勝に導いたラファエル・シルバ選手が見事1位に選ばれました。皆さんが選んだ選手はランキングに入っていましたでしょうか。やはりタイトルに貢献した選手が上位に食い込みましたね。今回のアンケートを通じて、スピードスターやドリブラーがレッズサポーターの大好物なんだなと感じました。 SNS をやっている年齢層が若いだけあって、最近の一番大きなタイトル ACL 優勝に貢献したラファエル・シルバ選手が見事にトップの座を奪い取りました。そんな中、10年以上前のエメルソン選手、ポンテ選手やワシントン選手などがこの順位にいるということは、どれだけすごい選手だったのかと今回のアンケートを通じて改めて感じました。ちなみに私が選ぶトップ3は、ラファエル・シルバ選手、エメルソン選手、ワシントン選手、この3選手です。選んだ理由は、3人とも個で打開できる選手で、スピードやフィジカルが日本人にはない規格外の強さがあって、これぞまさに助っ人外国人だなと思ったので選出させていただきました。慣れない国に足を運び、浦和のエンブレムを背負い、たくさんの勇気や感動、そしてタイトルをもたらしてくれた彼らにはとにかく感謝しかありません。今シーズンはまだ9番が空いているので、どんなサプライズが待っているのか期待しながら、今シーズンも熱く J リーグを盛り上げていきましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 We are Reds! We are